入っても今回は強いよ。ほら余裕やん。見た今の俺ジャブみたいなパンチ。ほら回復、回復の杖まで手に入る。回復の杖取れるな。どうしようかな。シールドな。8ブロック、これ一応持っとくか。嘘でしょ。これ取って、これをここに入れて、これプラス1、これプラス1、こっち、これ電動入ってんのかな。電動入ってる。これ一応回復効果あるからさ、これ回復効果使いたいから。あ、これ結構最強な。これ全員に3ダメージいらないかな。あ、だけど8の女王出てきたっけ、辛いな。で3であれ9でしょ。39、いや難しいな。いやいらない、この杖2本が多分重要だわ。いとしさん、くすながみぶんぶん、くすながみぶんぶん、くすながみぶんぶん。これいい宝箱、頼むよ、出てきてくれよ強いの。持ってるでしょ、ダイスいらないでしょ。ながみさんはこのゲームをやるために生まれてきたと言っても過言ではない。うん、そんな安かねえぞ俺の人生。ショック。嘘でしょ。よし、きた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 。9、9でしょ。これ84だから、これ1、あ、いやだけどこれコスト0か。いやコスト1って書いてんな。え、何、あ、マナコストが1か。エナジーは使わないから、これで8で9、12で、ここで、はい、パン、はい、パン、肩こりドン、はい、肩こりドン、もう一回肩こりドン。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。最強か。で、あいつ帰ろうとするから、はい、返しません、返しません。よし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 、強い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 、もう十分強い。はい、ガード、ガード、はい、はい、2回使えばいいじゃん。で、ここで2回回復できるから、もう、もうダメじゃん。もう強い、あ、これは強い。前のやつとは比べ物にならん、本当に。よしよしよし、あー、もうこれもう悪魔的だわ。シェイ、まあ、どこやった方がいいのかな。一応こっち広げる、一応広げとくか。だから使えるかもな。あ、指輪、これいいんじゃない。ダメージを受けた時自身に2加速もっとか。あ、これでかい、何これ、注意にかかる数の強い、自身に0、このアイテムは沈む、いらないよね。どうしようか。リトシさん、いつか長身も指輪はめられたらいいね、グッドゲーム。意味やめていけんに言うなよ、ダメんだよ。いつでもはめれるわ、そんな本気出せば。ダメんな。これであと1個手裏剣、猛毒、敵に猛毒っていうのもな。どうしようかな。1個上にして。ほんとね、うん、ほんとよ、いつでもはめるわ。余裕よ余裕。次の回、お前何を知ってる、マジで俺の俺の何を知ってる。ホンソレよな、ホンソレ。これ回収できそうなものがある。これどうせ6のアイテムじゃないでしょ。経験値か。オッケー、でお金。オッケー、ここら辺本当に何もないの、何もないのかな。一応宝箱。サニー2525さん、はめてもらった指輪捨てちった、わら。何捨てたの、大変だね、大変だねって言ってる俺もあれだけどね。自身に7ブロック、これ8ブロックでしょ。あ、これ何この杖、使用時に敵に5ダメージ。え、マナ使うの、稲妻の杖、5ダメージか。フィニッシュブローにはちょっと欲しいね。回復とさ、これどっちがいいんだろう。電流走る、うん、マジでそれよな、電流走るよなこれ。フィニッシュブローに欲しいよね。これ回転できる？あ、できるかこれ。できるなら装備できるか。一旦これ捨てるか。ここも捨てて。こう。ちょっと難しいな。アイテム置けねえわ。ダメだ。サニー2525さん、このゲームまた24時間いけそう？いけるとは思うよ。
今んとこね。まあ、だけどその前にさ、俺クリアすると思うよ。申し訳ないけど本当にご期待に添えるようなことできなくて申し訳ないんですけど本当に。え、マナが足りない？リパシさん、これ今何割くらいなん？え、わかんない。だけど始めたてよ、結構始めたて。これ毒手裏剣も投げとくか。怖いなこいつら。今のうち減らしとこう。あー、またなんか召喚してる。あー、こいつ召喚タイプか。もうゴミみたいな、もうやだ、やめてくれ。てかベンチも気になるけどな。ベンチあいつ大丈夫かマジで。あ、これ倒せんじゃん。うっ、帰れ帰れ。うっ、どうした、どうした、オッケー、倒した。リパシさん、どっからそのいけそうな自信が湧くんだ？笑だけどもうやっちゃったよちゃんと。アンコモ隣接する武器のダメージプラス3。あ、使用時か、風刺と同じか。これな、すべての敵に10ダメージ、これ重要よ。ちょっとこれ鍵捨てよう。鍵捨てて、すべての敵に10ダメージ、これ持っとこう。 OK、 よし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 、ここからだな。あー、またこいつやるか。これな、これどこから触れるの？これ移動できないね、コインの位置で。これ呪いでしょ多分。使用時、呪われたて、すべての敵1回避。呪いって書いてるもんな。アンコモン。どれもいらないんよな。スライムハンド、隣接するアイテムで、ね、メニューし。コモンアイテム生成する、強っ。レア。まあ、どれもいらないね。こいつのおかげで呪いついてちょっと大変な目にあったかな。一旦こっちか。また強そう。12ガード、12ガードして後ろの8からぶっ倒すか。よしよし。あれ、今もう一回カードできた。でカード作って、よしよし、いいよいいよ、押してる押してる。13、ギリギリ足んね、足んなくない？ギリギリ。これ使うか、8ブロ。よしよしよし、 OK。はいはいはい、全然相手のガードが硬いんだが、相手のガードが硬い時ってどうすればいいの？これ、あの1ダメージ与えるやつも何気に重要だったな。魔力が通ると1ダメージ与えるってやつ、うん、2までは自由に使えるからね。あの3、7、8、1個だけか。しゃ、ザコだったな本当に。ダイナマイト、ナイスナイス。スパゲッティアンコモン、あ、これ幸運の指輪じゃない？幸運の指輪だ。これはつけるか。リパシさん、ザコがよ、ザコがよ、ザコがよ、ほんとにシャシャリ出やがってよザコが。ほんとにそわそわさせんじゃねえよ。幸運の指輪1個だけでもいいから持っとくか。これは何や、あ、何これ、あ、同じレア度のやつだ。レア度高いやつこれだよね。今一番レア度高いのあれでしょ、アンコモンの。だけどこれ防御力が下がるんよな、あれやると。アンコモンこれか。縦行ってみる、コモン、縦行ってみるか、重要だけど縦行こう。あ、何が出るかな。お、これ何、武器で敵を倒したとき自身に激怒6、一体毎ターン自身に1ダメージ。ちょっと盾の方が強かったな。カモだぜって言ってたぞあいつ、捨て台詞カモだぜって言ってたぜあいつ。許せないもんかんだけどあいつ、何なの、魔力切れなんだけど。そうやろ、リパシさん間違ってはない、悔しいか間違ってはないのか、間違ってるやろ。あ、もうゼロだ。これ
ダーツ。ダーツでいくか。ズーダーでいくか、ズーダー。ダメージを受けて自身に加速に。いや。あ、これレアだったのか。あ、これと交換すればよかったな。すべての敵に加速しよう。OK。よし。お金は盗まれたくないからな。全然使い道ないけどね。ガードしてる。帰れ。国へ帰れ。あの世という国へ。結局金かよ。結局金なのよ、みんな。結局金ばっかり。みんなお金の話ばっかりなのよ、世の中。この世に愛はないのよ。これは粘土。隣接する武器のダメージプラス1。あ、使用時か。あ、だけどこの戦闘中ダメージプラス1か。あ、これ強いな。これつけとくか。隣接する武器のダメージプラス1。あ、これの代わりに愛あるか。隣接する武器、これ激怒、これ6プラスなんだよな。この回復を杖捨てちゃうか、思い切ってやっちゃう。これ捨てちゃう。ここ置けばいいのか。あ、電動するわ。で、これこっちでしょ。これは、あ、下から行けるわ。お、天才か。偶然的にも繋がったぞ。あ、いいな、これ繋がったわ。エンジェルさん、うん、捨てないで。うん、何、捨てちゃダメなの。待って、なんかこれで隣接する武器が上がるから、最初に敵の攻撃ターンないときに、あとはマナを補充する方法がないってことだね。マナが満タンの時にチャッチャチャッチャとやっちゃえばいいの、ね、よ。マナシャードってちょっと邪魔な気すんな。あれ、奥にした方がいいのかな。 OK、 よし、 OK。 これ多分だいぶ強くなったね。あ、商人いるじゃん。奥にいいもん見せてくれ。お、これ何、初めて見た。屋根。これの下にある建材ブロックでプラス1。これは激レアだって。あー、HP が50。お金35か。あんまいらないね。あ、これはいいんじゃない。下にあるマスの数に応じてだから。あ、これ強いじゃん。めちゃめちゃ初期防御力上がるじゃん。これここに装備すると、ほら、4。かぁ。きた。4きた。ただこのダーツ捨てるか。これ、これなんだっけ、マナを1消費するか。これつけるとあれだよね。メヌさん、長見さんから愛を抜いたらグス長見ブンブンしか残らない。いいじゃねえかよ別に。これ3ボ、3ブロックも強いよね。だけど最上段にないといけないんだよねこれ。最上段結構無理ない。あ、無理ないのか。一旦これ置くでしょ。こうやってこうやれば、ほら、ナイス、はあ、自然と答え導いちゃうんだよね本当に。これちょっと欲しいけど高いよね。 HP50 未満だとエナジープラス1はちょっと話が変わってくるけど、これ代わりに売ってつける。そうだね、どうせボス戦でピンチでしょ。これやってこれ出とくか。 OK、 よし、ありがとうさん、ごそさん。よし、リトシさん、うん、でも長身にも答えが導けない問題もあるのさ、怖いに。いや、いっぱい問題はあるけどね俺今ちょっと大変なのよ。13だけど初期が10。あ、来た、はい来た。これで、はい、マナ1使うでしょ。で、マナ2まで使えるから、これで武器の防御、あ、攻撃力アップ。ふぅ。で、はい、パン、はい、パン、はい、パン、腹パン。よし、OK。腹パン2回。で、こいつがミニオン呼んでるでしょ。ミニオン一体召喚。で、この時に俺2回使えるんでしょ。この戦闘中また上がるんでしょ。ええんか。ええんか、これ。はい、ドン。はい、ドン。え、ま、ま、一回しか使えないのか、一回にセット。うん。まあ、それでも十分強いけどな。ほほほ。なんか、半泣きなんじゃないこいつ。もう堪忍してぐらいの勢いなんじゃない。ちょ、15は効いてねえな。15は効いてねえな。待って、15きついな、あいつ。
え、これ攻撃力いくら今？ 8。 敵に8ダメージ、8でしょ。3発殴れ、あ、倒せねえな。まだ使わねえと、ちょっときついぞこれ。どうしよう。うえぇ、南さん、うん、お久しぶりです。おい、南ちゃん。南ちゃん。8ダメージ。そんな気にするほどのあれじゃないでしょ。南ちゃん、すいませんね。全然配信できてなくて。ちょっとね、何がいけないか俺もよく分かってないけどね。あいつ、防御力ガッチガチなんだけど。ドン引きなんだけど、あいつ。どうしよう、あいつ。南さん、お出かけですか？くすなだみぶんぶん。ね、お出かけではないんですけどね。ちょっとね、本当にいろいろあったんですよ。いろいろっていうほどのあれもないけどね。意味ありげに言っちゃったけどね。まあ大したことないけどね。1ダメージ食らっちゃう。だけど加速がつくんでしょ、1ダメージ食らうと。加速っていうのがつくとどうなんのこれ。これ加速つくんでしょ、自身に加速に。加速にはつくとどうなんの。何かが襲来したりしてたとか、怖いね。いやいや、そんなことないですよ。何も襲来しておりません。南さん、白色終わったのならよかった。くすのがみぶんぶん。いろいろあんのよ。しょら、完璧。怒りマークがついてる。怒りってプラス5でしょ、攻撃力。ほら、プラス5。熱っ。だからあいつ3、4、15って。なんか強くない、やっぱり、敵。3、4、7、7たす15は ?7 たす15。7+15=22 だね。22、これで23。ほら気持ちいいだろ。14、結構与えたわ。この指輪使いて。この激怒ってさ、ターンごとに火力下がってくんだよね。これやれるよな。オッケー、シェイ。リトシさん、おら気持ちいいだろって言いながら殴ってるクスナガミ。みなみさん、珍しい時間から始まってたのでドキドキしました。もう一回で石鹸って。石鹸ごときで、石鹸ごときドキドキするの。怒りが強いぞ。怒りゲージって何でついてる。怒りこれか。自身激怒6、ミニオン倒してるからか。1ダメージ食らうけど、すげえ激怒で攻撃力めちゃめちゃ上がってる。19与えるよ。鬼みたいな火力になってるよ。大丈夫これで、またプラス1でしょ。20与えるよ。やば。はいドン20、はいドン20、はいドン。もう膝がガクガクしてんじゃねえかこいつ。立ってるのもやっとなんじゃねえかこいつ。どうしたお前。じゃあ21いこうぜ。お答えの、あ、20じゃ上がんないの。ほらガクガクすんじゃねえよ。ほら足腰鍛えてこい。よし、 OK、 勝ったわ。ガチゴチ強かったわ。またなんか取ったわ。マナストン3個取れるね。もうだけどもう無駄な部分ないんですよね。これか、これ捨てて、まだこれで。よし、オッケー。リトシさん、グッドゲーム。グッドゲーム、ナイスゲーム。お、来た。不安定なマナ、アンコモン、すべての敵に10ダメージ。電動。あーや、これ、あ、来た来た。喪失のスパーク。この幸運いらないと思うんだけどね。いいか、これで帰りますか。帰りましょう。よし、あ、また人増えてるよ。すげえ増えてる。売り物売っ払おうぜ。なんか売れないものがいっぱい出てきた。これ魔法のアイテムなのかな。売れないよこれ。あ、売れたわ。え、どういうこと、どういうこと、え、なになに、これ何、コモン、コモン、アンコモン。え、これ何、なんで2段階なの。使えるアイテムと使えないアイテム2段階なのかな。あの魔法のアイテム欲しいって言ったやつ誰だっけ。何や、知らないやつから話しかけるか。お、呪い。そのアイテム自由に使えるって。アンコモン。それ、超か。新しいアイテムがアンロック。あ、10人増えてか。リトシさん、曲いいね。いい曲でしょ。
新しいアイテムが増えたわ。お、ジーン、新しい建物。ダンジョンの攻略中に財宝を生産するって。神聖な建造物か。アンナの他、他に話しかけられる人いた。魚にしか来ない人。釣り針。隣接マスに魚を生成する。戦いながら魚釣り。正気なのか。魚持ってない。持ってないって。すごく不満だって。あ、魔法のアイテム欲しいとか言ってた。プラなんか。危機探知ビジョン。この組み猿持っていけば、あなたとパーティーなんか周りの、危機警戒できるんだって。ボスの姿が見えるな。ダンジョンの最終部だよ。なるほどね。全然物語わかんないけどね。これらのアイテム持ってきてくれないかって。ああ、武器持ってこいとか言ってる。マジでめちゃくちゃ言うな、この村長。もう狂ってるとしか思えないんだけどな、あいつ。リトシさん、君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ。あの魔法のアイテム調べたいって言ってたやつ、どいつ？こいつだっけ？魔法のアイテム、こいつ？配達か。久しぶりだ。久しぶりに聞けた。いいことないと思うけど、こいつかな、魔法使い。ネズミが困ってるな、こいつ。これ喪失のスパークさ、俺持ってきてんだけどな。ハイグラインの鍵。鍵。あの魔法使いのやつ誰だっけ。魔法使いネズミ、こいつ話しかけたでしょ。こいつ何、司祭か。司祭は関係ねえか。南さん、音楽レトロ感良きですね。クスナガミブンブン。いい。そう、あゆ、リッパーさんも言ってたよ、レトロ感いいねって。今日は何でしょう。あの魔法のアイテムくれたらうんたらって言ってたやつ。あ、魔法のアイテムもう関係ないのか、1回限りなんだ。あとは破壊するで、これ破壊できる、もうできんじゃないこれ。あれ、この破壊の基準がよりよくわからないんだよね。こうやって。リトシさん、長見の配信とは思えないくらい音楽が落ち着く。俺の配信の何を知ってる。俺の配信のマジで何を知ってる。このゲーム古いわけではないんですよね。これね、俺古いかどうかもわかんないんだよね。スパイクさんが勧めたゲーム。あ、来た。リトシさん、お前何を知ってる、マジで。俺とかない、俺と何を知ってる。なんでこのチャレポ作ったんだろう。てか、なん違うよ、ウイさん、なんでこのチャレポ欲しかったんだろう。なぜ欲しがったのかがわからん。よし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 、もう瓦礫は完全壊せるようになったんじゃない。これ人口45か、これ人口20。あ、いけるんじゃん、遠隔でできるようになった。ちょっと進化したな。いいの、ええの、こういう細かいの、ほら、うわ、これ人口足りないね。あ、いけちゃうわ。あ、とう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 この世のすべてよ。これ人も破壊できねえかな、こいつら。あの村長さ、あいつも解体したいわ。上に勝手に戻るな。神が降臨してる今。神降臨してるわ。よしよしよし、ガンガン増えてるわ。
ょっと破壊できるの別に無理して全部破壊する必要ないかな。うん、BPP と思いきや BPH だからねこのゲーム。みんな知らないと思うけど。え、あ、ショコラ、ナイス、ナイサブ。ショコラ今月もよろしくお願いします。今月もよろしくお願いいたします。俺これずっと忘れてた。もうちょっと待って、相互サブスクで俺もサブスクしとこう。うん、ずっと忘れてました、すいません。1ヶ月遅れですが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。私無職なのでカード止められるかもしいたしません、知れません。よろしくお願いします。もうすぐ半年だね。ね、ぜひ。本当だ、累計で今月よろしくお願いいたします、ね、記念日何しよっか。待って、こっち破壊する。こっち何もないな。もうだいぶ枯れ木やっつけたかな。天野ショコラさん、うん、これ何のゲーム。これね、これなんて言うんだろう、ローグライクゲーム。俺罰ゲームでもやらんぞ、そんなの。罰ゲームでもやらんぞ。ありがとうございます。ローグライクゲームでございますね。天野ショコラさん、パソコン。そうそう、パソコン。これ近くにノーチタイルっていうのがよくわかんないんだよな。南さん、クスナガミブンブンのステッカーください。クスナガミブンブンのステッカー流行ってんの。とりあえず職場に連絡して、迷惑かけた先輩に連絡して、アークビつって死にたい。天野ショコラさん、そうなんだ、見たことない。そう、ローグライクゲームでね。あ、ベンジおかえり。長編、とりあえず職場に連絡して、迷惑かけたら連絡して、アークビつ死にたいな。ベンジだいぶ追い込まれてるな。もうそういう時もあるよベンジ、本当に。もうそういう時もあるよ本当に。落ち着こうベンジ、もうしょうがない。南さん、アーカイブ見てビックリマンチョコのシールみたいと思って笑。ベンジさん、あ、なるほどね。ステッカーさ作れるそうな気がするけどね、本当ね。これショコラさん多分ね、ショコラさん好きなゲームじゃないと思うよこれ。あ、俺が何知ってるって言われても俺何も言えないけどね。近くにノーチタイルがあるとっつってるけどな、これ。なるほど。メムさん、上司のようなオーラを出す長見さん好きやわ。うん。上司。絶対ディスってるやろ。全然上司じゃないけどね。だけど本当そういう時あるから気にしなくていいよ、ベンジ。リトシさん、長見って人に勧められそうなゲームやったことあるの？ベンジさん、職場に連絡したら今日は来なくていいです。後日制裁がありますって言われました。怖すぎます。後日制裁。さあどんな制裁だろうね、ちょっとワクワクするな。イトシさん怖い、わらわら。シロンさん、だけどもベンチ笑うしかないよ、笑うしかないよ、笑ってこう。笑ってこう。ベンチ飲みに行った方がいいって今日もう。今日休みなんでしょ本当に。ブエンジさん、うん、笑わせてくれよ。なんで頼るんだよ俺を。俺をなぜ頼るの。俺関係ないでしょ。俺頼らないでくれ。のんきすぎだろ長見、わらわら。しょうがないじゃん。しょうがないよ本当に。しょうがないよ本当に。ブエンジさん、うん、長見の配信面白くないから笑えないです。ふざけんなよ。ベンジ、俺が一番失敗した時ね、俺の一個のミスでね、200人がね、1日半。残業した。南さん、うん、誰かと一緒にいた方が気が楽になるかも、うん、お会いに、ね、俺各部署を巡って謝ったもん。何を知ってる。俺の最大の失敗、仕事の知ってる。仕事の最大の失敗はそれだった。俺の仕事の最大の失敗、200人ぐらいがね、あの 1.5 日ぐらい残業してくれて、俺の失敗で。ウエンジさん、ここにいればみんないるから。ああ、まあ、そういう感じよ。もう頑張るしかないからな。うん、メムさん、うん、長見さんを支えてきたブエンジさんを見捨てるつもりなの。そんな大使支えてねえだろ俺のこと。ブエンジさん、嘘つけよ。なんと確率がなくて済みそう。南さん、だよ。ブーリーベーベンジに支えられたことねえからな、あいつ。あいつっていうか今いるけどな、ベンジに支えられたことねえよ。美談みたいに話してるけど長見とんでもないことしてて笑う。
ウエンジさん、とんでもないことをしてるからな。わらわら。本当に。あるシステムをね、3日間ね、連続で動かすっていうなんかテスト試験があったのよ。3日間ね。延べ数百人の規模の。何を知ってるマジで俺の。俺の何を知ってる。延べ数百人規模のやつ。でね、俺ね、2日目にね、そこのサーバー落としちゃったの。ウエンジさん、言うのに悪って言うとか大したもんだ。2日目にそのサーバー落としちゃってさ、データの復旧しようと思ってサーバー立ち上げたらさ、エラーでさ、ログがパンパンになってまたサーバー落ちた。でどうやって立ち上げるかっていう話になって、データの復旧とかいろいろでね、大変だったよ。もう死にたいと思ったもん俺も、その時。ベンジいるよ本当に。失敗で死にたいと思った人はいるから、本当にあの時はマジで死にたいと思った。楽に死ねる方法ねえかなってマジで思った。リパシさん、よく生きてた長身。ああ、本当に。それよりも辛い目あったわ。いや、ね、いや、ベンジなら大丈夫だよ。リパシさん、楽に死ぬならレンタンしかない。やめろ、進めるな。まあ、だけど本当それぐらい重いよ、当初は。ウエンジさん、普通に生きてきてこんなに死にたいなんて思ったことないわ。まあ、それがトラウマになって次に生かせるから。これ休日の手ほどきやろうかな。とりあえずベンジは置いといて、エナジーコストプラス1、小さな月収向け人気になれますね。リパシさん、失敗して強くなるってやつね。そう、失敗して強くなんねえよみんな。置いといて、わらわら。ウエンジさん、おい。ウエンジさん、置いとかないでよ。まあ、明るくいくしかないから。ベンジの身になって想像したってしょうがないから。ベンチの身になって想像してみ。俺も知りたくなるもん。嫌だよ、想像したくねえもん。頑張るとしか言いようがねえよ本当に。頑張るとしか言いようがねえもん。右にある空きマスの数に応じてダメージプラス1。みんなに373さん、くすながみブンブンね、ブンブンよ本当に。空きマスの数に応じてプラス1。リパシさん、ね、響く言葉だな。響く言葉でしょ本当に。敵に3ダメージ。あ、これこうすればいいのか。こうしたら、ほら、こうか。ウエンジさん、ただの遅刻で職場から突き放された俺の気持ちは誰もわからないんだ。あの、ベンジがいないときにね、一応ベンジのお仕事は絶対に休めないお仕事ですっていうのだけ説明しといた。だからみんなね、親身になってくれてんの。だからベンジあんなに慌ててんだよっつって。ベンジのお仕事は絶対に休んじゃいけない仕事だけど、ベンジは今ちょっと休んじゃったみたいな話しててさ、いやー笑えるわ。ダメージ1、敵に4、敵に3。ウエンジさん、リスナーさんすいません。ウエンジさん、ありがとう。ありがとう、ありがとうなるから。これ指輪と繋げないといけない。本当に。まあ、それぐらいならね。お会いに、クスナガミお会いに。ウエンジさん、長身の配信見ながら連弾します。抜きとくださいお会いに、クスナガミお会いに。ベンジ、ベンジ、クスナガミブンブン、クスナガミブンブン。ベンジ、迷惑だからそれやめてもらっていいか。ここは長身以外人の味方だよ。ね、ベンジ迷惑だから本当に。負け、早まるな、うん、ね、一旦うちの配信閉じてからやってもらっていいか。俺別に やめろとは言わないからさ。一旦うちの配信を閉じてもらっていいか。ちょっと一旦うちの配信見るのやめてくれ。本当にふざけんだよマジで。うちで一でいろいろあるわ。クソすぎだろ。何がよ、クソも何もねえだろマジで。マジで閉じるわけないだろ。閉じろよ、ふざけんなよマジで。白井さん、工場はまずいですよ。工場してないわ。一旦閉じろって言ってるだけじゃん、別に。閉じろって俺が言ってるだけだから、ベンジ。閉じて後は知らんから、これ。関係ないじゃん。閉じてくれればそれでいいから。リパシさん、止めなかったです、この人は。止めるも何もないから。この配信見ながら連弾とか最高やん。最高じゃねえだろ。いや、パーって。全然俺と言ってねえからだ、俺。エナジーコースト、月収、これとこれなんでくっついてるんだろうな。市川猿之助を見てもそれがもっかい言えるのか。何、市川猿之助なんかあったの知らないけど。で、これ2になってるよ。エナジーコスト1。で、これなんか付け方間違えた。3、4。なんかこれ装備の仕方間違えてんな。シロンさん、用心をしたニュース。ん？え、マジで？
やば。ほらベンジー、そういう人間にはなりたくないだろ。ベンジー、お金盗まれたしさ、どうしようかな。使えねえわ。シロンさん、宝珠で逮捕されたやつよ。ブエンジさん、え、そうなの。シロンさん、俺をサクッと殺してくれないか。おう、マイナスなんだよな。やばいやばい。あ、これ絶対装備間違えてる。一旦これ最初からできないか。ブエンジさん、今日は気持ちがもう。オーデリアに戻れる。あ、戻れたわ。オーデリアに戻れたわ。アイテムの置き方俺理解してなかったわ。正直なこと言ってもいい？マジ無理。ベンジのせいでアイテムの置き方ミスったわ。リパシさん、ベンジのせいで。私にはそんなことできない。長見、頼むよ。何もできないわ。何もできないよ。よし、これでいいんだよ、多分。これでダメージ与えるんだよ。うん。何？リパさん、シロンさんか、俺をサクッと殺る。大丈夫だって、ベンジ。ベンジ大丈夫だって、絶対。なんとかなるから、ほんとに。ブエンジさん、うん、俺のせいだよ、全部俺がいけないんだ。そう、すべてはベンジのせいにあるけど、そんなひどいことにはなんないから。もうとりあえず寝な。寝な、何も考えずに寝な、とりあえず。一旦うちの配信閉じて、何も考えずに寝た方がいいって、ほんとに。一旦。シロンさん、うん、絶対に休めない仕事ってなんだろう、って気になる。ミナミさん、ナガミンさんが大丈夫って言うと本当に大丈夫に聞こえるよ。グスナガミブンブン。ありがとうね。そう、絶対に大丈夫だから。ベンジさん、うん、閉じないで寝るわ。リパシさん、閉じるのが一番重要だからな。ベンジさんの哀愁を漂わせてるようにしか見えなくなる。お会いに。マジで閉じるのが一番重要だからな、ベンジ。閉じるのはマジで忘れんな。そこだけ約束してくれ。大人の約束やぞ。南さん、うん、私が安心してきたよ。ナイス、ナイス、南ちゃん。そう、安心できるでしょ、普通は。普通は安心。あ、これスナイパー楽しいな、弓矢か。弓矢だんだん使い方分かってきた。コストが1ずつ増えてくんだ。最初はゼロだけど。あー、なるほどね。これでほら1増えて、で弓矢の数で決まるんだ。で横の空きスロットの数で決まる。いいね、いいわ。ベンジ、このゲーム楽しいよ。いろいろとさ、反省することはあるけどさ、とりあえずこのゲームやってみたら結構楽しいよ。何が楽しいのか伝わらないかもしれないけどさ、絶望で身をよじってるかもしれないけど、絶望でもう身をよじってるかもしれないけど、本当に全然楽しいよこのゲーム。うん、リパシさん、うん、なんだかんだで長身も閉じさせる気はない。いや、閉じさせるわ。シロンさん、例えばですけど、俺が行かないと電車が動かない的な感じです。あ、そう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 。うん。本当に。南さん、突然思い出させる。わら。そう。この電車が動かないっていうのも、じゃあベンジ来ないんだったらベンジの代わりでいいじゃんっていうのもダメなのよ。ワイヤラウトさせ。うん。そう。そうなのよ。じゃあベンジの代わり誰かさせりゃいいじゃんっていう、そういうわけにいかないんだよね。ベンジのお仕事はすごい特殊なお仕事でございますから。ほら、こうやって威力上がった。いいね、ブエンジさん、うん、俺の代わりがいないのよ、わら。そうそうそう、名乗りこなくていいの。うんね、やばいよな、ブエンジさん。そう、うん、やばいでしょ、ベンジ本当に専門職なのね。そうそう、ベンジ本当に専門職よ。やばいでしょ、ベンジ。やばいからな、笑っちゃうよな。ブエンジさん、職場から突き放された。ミナミさん、職場から突き放された。あ、これとこれ両方打てるじゃん。ほら、あ、ほら、新しい来た。試したらできたよ。あっつ、激アツやん。捕まるんじゃないか、もう俺これ。リパシさん、無職の長身、仕組みの見物笑い。ちょっと、やめろ、ブエンジさん、長身の家行っていい？南さん、不快なアイコンなのに。うん、俺んち来てもいいよ、全然。ブエンジさん、ああ、一緒に連単しよう。なんで、お前、やだよ、何言ってんの。頭おかしいんじゃない？ちょっと、やだよ。リパシさん、わらわら。ふざけんだよ。わらわら。シロンさん、わらわら。言っとくけどね、うち来て連単しようとしてもね、俺、窓ガラス割れたまんまだからな。本当に連単できねえからな、うちの家寒いからな。今なめんなよ俺の家、俺の家なめんなよマジで。
リパシさん、家族や友人の心の中に。シロさん、ことがことなだけに笑っていいかわからない。リパシさん、どこで張り合ってんだよ、笑。なめんなよ、俺の家。クロスボウの右にある矢のダメージマイナス 40%。 ブエンジさん、顔出し配信しながら連単に推しよう。一人でしろ。軽量のクロスボウを転ぶ。あ、こっからもこう打てるんだ。熱いじゃん。熱いよ。で、こうやって、ほら。ほら、めちゃめちゃ打てるよ、こうやって。これ、サッダメージ。あ、敵にサッダメージ。あ、これ強いんじゃない？こうやって。うん、2ダメージ。2ダメージ。2ダメージ。リパシさん。でも長見顔出しでたまに寝てるからな、お会いに。ほら、これで全部6ダメージよ。16、6ダメージ。あー、熱いね。で、こうやったら、こうやったら、こうやると、あ、打てるじゃん。ちなみに連単ってどうやればいいの？やり方知ってるリスナーいないの？もう意地でももう絶望なんだな。そこまで絶望してんだな。ナイトボットさんが何かを言っています。何かを言っています。ベンジ、絶望する気持ちはわかるよ、ベンジ。だけどな、絶望していい時と悪い時があんのよ。ベンジなら大丈夫だから、本当に絶対大丈夫だから、安心していいよ、本当に。これこうやればいいんじゃない？これでダメージ、あ、ダメージ1なんだ。もうダメージ1、2ダメでしょ。これでこっから見ると、これ敵に4、あ、敵に4ダメージ。これ2ダメージ、2ダメージ4。で、これ1消費。あ、やっぱこれいらないかもな。これだけやると、敵に3、4ダメージ。リパシさん、敵に2ダメージ。ほんとそうだから。ベンジさん、こういう時に人生のパートナーがいればこんなこと起きなかったのかなって思いました。お前、都合がいい時だけ探すなよ、お前。よし、結婚しよう。シロンさん、なんだろう、こういう時って励ましたい、結婚したみたいなことがない。人生なめんなよ。常日頃探してねえからそうなるんだよ。諦めんな。今から探せ、ベンジ。やる気できてよかったじゃん、ベンジ。これトゲ、ああ、これいいね、隣接する武器。プラス1。空飛ぶんだったら上にやっときゃよかったな。防具がないんだよな。トゲも欲しいよね。トゲ代わりにここ入れて。トゲな、トゲは強いからな。これ空飛ぶやつなんだよな。野呂さん、開ける場所下にしとけばよかったね。南さん、結婚という生きる糧ができて、くすなだみぶんぶん。ね、生きる糧できてよかったね。そうだよ、ベンジ。どうよ、結婚して、結婚してたら奥さんが大丈夫だってっつって、大丈夫だからベンジって慰めてくれてたよ、ベンジ。リパシさん、長見より早く結婚するっていうモチベが人生を良くする。ベンジ、本当に奥さんが言ってくれてたよ、大丈夫だからベンジって、元気出してって。私も昔そういうことあったよっつって、多分そう言ってくれてたよ、奥さんがいれば。野呂さん、長見ついに結婚。うん、そう、俺も結婚するときにそうやって。ブエンジさん、そう、奥さんって慰めてくれるのか、あんた何やってるの、のどっちかじゃね。あ、まあどっちかだろうね。あ、まあだけど慰めてくれるよ。慰めない奥さんはいないよ、本当に。だいたいそう、慰めないやつはそれは鬼だよ、ただの鬼だよ、本当に。修羅道生きてるよ、本当に。修羅道生きてる鬼だから。リパシさん、それがどっちのタイプかを付き合ってる段階で見極めるのが重要。ナイス、いいこと言うじゃん。そうなのよ、本当に。本当に見極めないと。本当に。吟味してこ。吟味してこ。ね、リパシさん、お前何を知ってる、マジで、ね、俺と何を知ってる。ベジ、一緒に女性を見極めよう。本当に。見極めることが重要だから。お、これだり、青子も。ブエンジさん、ここのリスナーは慰めてくれる、長見は面白がってるだけ、嘘が。意外と冷静じゃねえかよ、意外と冷静じゃねえかよ。その息だぞ、ベンジ。ベンジ、その息だぞ。ベンジ。わらわら。うん。
怒りは活動力になるからな、ベンジ。これなんかボヤボヤしてるよ、これ。なんだろうね。ベンジ。これ予知してたんだって。これもう結構ですから、この人ね。シロンさん、うん、クソがの3文字やばい、笑。これ見えないんだよね、ほら。なんかイベントなんだろうね。特殊キャラなんだろうね。あー、このアーチャー強いわ。うん。ブエンジさん、よし、一つ笑い取れた。死ななくて済みそう。うん。安い命だな。ダメだ、思わず突っ込んじゃったわ。ちょっと待って思わず突っ込んじゃったわ。ちょっと待ってダメだ、悪い癖だわ。悪い癖だわ。悪い癖だわ。ナイス。これにはエンジティもにっこり。ナイスだ、ナイスだ。ベンジ気にしなくていいよ、本当に。一緒に頑張っていこう、ベンジ。これ2個だよね。長見、ありがとうございます。6313か、オッケー、うん、よしよしよし、キャラ入れてこう。強い強い強い、やっぱこのキャラ強いよ、どう考えても激強いよ。よし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 、これ1でしょ、これ0。まあベンジだったらさ、多分なんとかなると思うよ俺。多分今頃なんかやってんじゃない、ベンジ。オッケー、強い強い強い。え、マジでこのキャラ強い、この配置。あ、最強やわ。これ勝ったね。ブエンジさん、ほんと長見は適当だよね。ブエンジさん、クソ長見。うん。ベンジ寝た方がいいって、もう。何も考えずに寝た方がいいよ、ほんとに。本当におすすめは寝ることよ。これめちゃめちゃ火力上がるじゃん、これで。あ、ここもつけるんじゃん。絶対寝た方がいいよ。よしよしよし、絶対ね、もう悪い夢しか見ないから、本当に悪魔みたいな。ブエンジさん、なんでさ、そうやってめんどくさがって俺を寝かそうとするの？その捉え方がもう終わってるのよ。ネガティブになってるだけだから。そんなことないから。ブエンジさん、うん、ゲームに集中したいからってさ、ニコリさん、わらわら。お前マジで、ヒスるのやめろ。マジで。ヒスってるだけだから、ベンジ。そんなことないから。起きてても、もう悪いことしかもう想像しないから、本当に。起きててもね、悪いことしか想像しないから。流してないわ。そう、起きてても悪いことしか想像しないから、もう寝た方がいいよ、本当に。本当に全然大丈夫だから、何があっても。本当に、うん、気軽な、もう楽な気持ちでいていいと思うよ。人生なんてどうせそんな簡単にうまくいかないからさ、うまくいってると思っても。だから大丈夫よ。ブエンジさん、呼吸してるのが犯罪みたいな存在なのかも。ほら、もう落ちてんじゃん、だいぶ。だいぶ落ちてんじゃん、本当に。そんなことないよ、ベンジ。気にしたら負けよ。これ薬草作るっていうの気になるな。使いたいけどな。まだ使えねえな。シロンさん、うまくいかないから人生ってのはすごく共感する。うん。ほら、シロンさんも共感してくれた。そうなのよ。パトロールの向かいだ。盾ください、武器ください。武器欲しいな。ブエンジさん、人生ってなんだろう、うん、人生はね、もう修行よ、修行。メンタル、メンタルよ。メンタル。メンタルを鍛えるだけのゲームよ。イパシさん、75億、人にプレイされてるクソゲー、人生。そう。超リアルな。超リアルなゲームよ。ほんと。もう気にしてたら負けだからね。ベレット。またフェレット置いたわ。シロンさん、笑う犬の言ってるってなんだろう、思い出した。もう強すぎんか、こいつ。マジ強いんだけど。おかしいんだけど、火力が。ビビるんだが、火力。はい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 。火力がビビるんだが。
火力がビビるだが、ゾウモツさん、うん、あ、面白いって噂のゲームこんな感じのやつなんだ。そう、そうなのよゾウモツさん。だけどこれはね、そのゲームにそっくりなゲームなんだよね。驚くかもしれないけど、うん、よし、寝坊したのに、おい仮眠するわ。うん、仮眠しとけ。いとしさん、これがいいよ。わらわら、ゾウモツさん、うん、え、そう、似てるけどこれ違うの。うん、ベンジさん、うん、皆さんありがとう、さようなら。お、また明日な、ベンジ。ベンジさんに来てね、お会いに。うん、ベンジまた明日な。お、ベンジみたいなさ、ひともさんいてさ、うん。いとしさん、長身以外はみんな応援してるよ。ゾウモツさん、これ似てるけど違うよ。ゾウモツさんが思ってるのゲームじゃないよ。題名しか聞いたことなかった。ラミンさん、うん、ね、クスナガミパンダ、モチカレ、ミーナミ373さん、お会いに、クスナガミブンブン。バックパッカーまでは同じ、このゲーム名前、あのゲームとバックパッ、バックパッカー、長身と同じでパチモン。俺の本物逆にどこにいる、いないだろう、どこにも。俺が本物だから。バックパックバトル、そうそう、バックパックバトルが BPB、 ここにいる、これ BPH、 バックパックヒーローだったかな、ヒアだったかな。ここに長身、俺が知ってる長身ですだよ、何も知らねえだろ。俺もうクリアしちゃったわ。火力が強すぎる、単純に火力が強い。いや、したわ。ゾウモツさん、うん、マジで名前しか知らないからこれなんだと思った。意外でしょこのゲーム、ちょろかったわ。お前何を知ってる、マジで。俺の何を知ってる。マジで何なんだよみんな、俺の何を知ってる。いとしさん、うん、長身って流行りのゲームとかやるの。やるよ、気が向いたらやるよ。全然全然普通にやりますよ、私。いとしさん、うん、ダメだよ。うん、ダメだよ、だなんでだよ、流行りのゲームしてもいいでしょ。ゾウモツさん、ほんとこれ流行りのゲームじゃないから気をつけてください。あの、見た手で誰かと話したら話が微妙に食い違うと思いますよ。信じられないぐらい滑ると思うよ。ゾウモツさん、わらわら、イトシさん、わらわら、やばいと思うよ。ムピドムドさん、わらわら。石の道研究、あれ研究できない？あ、こんな感じなんだ。石の道、石の道ができた。これ農地。ゾウモツさん、知ってる知ってる、ネズミのやつね。え、だよね、え。えっ、ピさん、ただいま本家やってるよ、クスナガミブンブン。ヌピピは本家やってんだよね。いとしさん、長身の配信を見た上で人とまともな会話をすることができない。うちの配信どうでもいいんだからな、どうでもいいことしかやってないからね。まあ身はつかないよね。ベンジも絶望してるしさ。ノロさん、本家ネズミっぽいやついるから通じてしまうかも、わら。え、そうなの、本家ネズミっぽいやついるの、やばいや。あ、だけどね、大きな違いはね、あれだよね、アイテム持ってきて、鎧、武器、あ、武器あるじゃん。よし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 、お、兵舎ができた、新しい建物。ナイスナイスナイス。あ、なるほどね、こうやって持っていけばいいのか。これ、あ、ダメだ、もうダメだ。じゃあお店に商品売りに行きますか。こうやってお店に商品売ることもできるんですよ、ここで。これ自分が建てたやつね、こうやって売って、よしよしよし。ね、どうしようかな、なんか建物建てるか、民家建てる、農地建てるか。これあれでしょ、あれ、なんか頭にびっくりマークついてるこいつ、あれ話しかけなかったっけ。あ、ちょ、間違えた間違えた間違えた、キャンセルキャンセル。あ、弓だ、厩舎、断念する食料さ、近くにいる軍事隊。あ、こうやってあんまり効率気にしなくていいのかな。
ファイルがあると 2上がるっつってるけど、なんか普通にさ、この作ってない建物作る？素材が足んないんだよね。あ、農場、農場またできるよ。これさ、農場の効率上げるよりさ、こうやって近くに農場建てた方が早くない？そんなこと言っちゃダメ？これ農場作った方が早くない？こうやっていくつも。なんて。こっちの方がさ、これで 100% 上がるじゃん、効率。素材は使うけど。あんま近くに何か置いて効率化するっていうのいらなくないか？思ってんの俺だけか？掲示板のところ項目いけねえな。掲示板の項目なんでいけないの？いけた。掲示板、装飾品、弊社。ちょっと待ってっけ。農場。はいか。今食料少ないから農場とりあえず作っとくか。農地作れたよね。石の道、間違って作っちゃった。これ、破壊。あ、消えた。農地、あれ農地作れるってしてなかったっけ俺。わかんないね。シロンさん、うん、今ストディスコの5、6ページ見てるんだけど。うん。何？あれ、全然メンテナンスしてないんだよね。いざ出発かな。シロンさん、吉田沙織を作ってエンジェルって名付ければいいんじゃね。俺が言ったかどうかわかんないからね。いとしさん、わらわら。シロンさん、これ、わら。俺が言ったかどうかわかんないからね。あ、顧問アイテム選択肢、それを複製するって強っ。あ、で、ナイフか。ナイフでいくんか。これなんだろう、うん、これでいくか。サンゴモードでいくか。ねえ、これバックパッカーだからやっぱりインベントリが大切なんですよ。下にスペースを空けて、いや下にブロックで、これは複製するだけでしょ。このアイテム使って、これナイフ、シールドがないのか。よし、いっか、これでいっか。一旦このイベント、脅威のビジョンだ。そう、これ透明なの分かんない。透明なら何だろうね、あれ。経験値もほらいい。シロンさん、うん、どっちにも石投げてる気がする、笑。ん？どっちにも石投げてるの？あ、そういうこと？全然風化で、そんなの気にしないよ、あの子は、本当に。ちょっと変わった子だから、風化は。全然そういうの気にする子じゃないですよ。むしろウェルカムだよ、ウェルカム。これで、すべての敵に毒を入れるか、これ。だけどこれコモンだからさ、これ残しときたいよね。あ、これもコモンか。すべての敵に12ダメージ。あ、これ強っ。戦闘終わったとき、コモンアイテム選択、それを複製する。あ、これ重要だな。吉田沙織もそういうの気にしない女の子なのかな。吉田沙織も気にしないと思うよ。本当に。気にしたら負けだと思う、吉田沙織。これ4でしょ ?4 ダメ。これ7でしょ ?2 回殴って14。で、これでとどめ14ダメージが上がる。そっか、ドン、はい、ドン。で、これでとどめとダメージが1上がるって。はい、ドン。オッケーオッケー。お、5ダメになってる。案外使い方間違えてなくてびっくりしたわ。00消費0ね。オッケーオッケー。いいわ。キュイキュイ。シロンさん、橋本玉木菜と吉田沙織が言うと違う意味になるやつ。これ7ダメージ食らうしかねえな。シロンさん、うん、人間って弱い生き物だよね。どうした？あ、これ使っても減らないんだ。あ、全ての敵に猛毒、これ使っとけばいいんだ。これ1。一旦これ5で6だけど、どっちみち来れねえな。このアイテムは取っときたい。あ、逃げられたわ、あいつ。逃げてきやがった、あいつ。
このナイフってアイテムを増やせばいいのかな。ミーナミ373さん、キーベビル。キーベルル。え、ナイフってアイテムを増やすゲームなの？これ。これ2打目でしょ？ロリカンゲームしたらダメ。バカになるからダメよ。それは否定できない。このアイテム増やした方がいいような気がするんだけどな。上もか。オッケー。オッケーオッケー。え？アイテムゲット。上に寄せて、これ複製アイテムで12ダメージ全的に。これ強いと思うんだよな。これより強いと思うんだけど。こんなことない。あ、トゲ。トゲで。カードを増やして、ほらほらまたこのアイテム来た。あと1個。あ、来た。この浮く武器。浮く武器置いて、これやって、これ何？アイテムが破壊する。これ以上無理か。もうアイテムいっぱいか。オッケー。うん。いいじゃんいいじゃん。結局これ意味わかんないよね。うっと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 。うぃえ12くぅしびれた。はい、どう？え、もちろんとどめはこれ電流走る。あ、電流走るよ。よっしゃ、これでよし、オッケー、これで短縮了。1個は予備で取れるからいいね。よっしゃ、で、何増やすでこれでしょ。めっちゃええやん。めっちゃ強くない？このキャラ。アイテム増やせんでしょ。ブロック、あ、これこれ薬草ができるやつ。これほら、同じ横列に薬草を生成するって、これ気になんない？これ代わりに捨てて、ここにこうやって。薬草ってなんだろうね。なんかレンガで防御力アップしたいけど、もうしょうがないか。あ、バラもあるんだ。バラちょっと欲しい気はしなくもない。しょうがない、諦めるか。ちょっとね、よいしょと。来た来た。てて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 。うぃえ。うぃえ。ノロさん、薬草、薬の葉っぱである。これね、バカにしてんの？バカにしてるでしょ、絶対。そうだ、誰でも知ってるでしょ。絶対、リパシさん、絶対バカにしてるでしょ。絶対そんな当たり前のこと知らないはずないでしょ。これなんか何もできてないの？あ、捕まないとダメなんだ。買った薬草、消耗品だってよ。これ何？使用時破壊される。これなんだ？薬草破壊したわ。薬草の意味が分かんなかった。シャイテム生成。え、これコモン、あ、レリックか。またこういうアイテムが出るから。俺ブロック強っ。あの、ブロックできるアイテムいいよね。またがいてダメージ1。あんまいらないよね、このアイテムが。古びたやつがいらないような。あ、売る用のアイテムかな、換金アイテムかな。あ、そんな気するな。これ換金アイテム持っとこうか。いや、ブロックポーション持っとこう。よし、 OK。 やっぱこういうのが長生きなんだよ。あ、またこいつか。 OK。 うん、だいたいさ、今さ、ダンジョン3回までしかないやつしかやってないけどね。うん、結構敵出てくるね。うざったいね。うぃえ、効くだろう。一旦これブロックよ、もう。もうブロックするしかねえもん、だって。これ、倒せねえからな。ナイフさ、増やしてもさ、これ意味ないと思うんだけど。ほら。
いや無理やろこれ。あーなんか体勢変えてる。ダメージ変えるとこいつ変えるんだ。オッケー、増やされてもこれできないか、増えないか。代わりにこれ増やしてみる。これ2ダメージしかできないからね。増やしたらこれどうなんの。下が増やせない。これ多分横増やさないとダメだろうね。これは1回使用か各ターン敵に2ダメージ。こんなの意味ないよね。あブロックさん来た。ブロック重要よ。ブロックこれ頭きた。ナイスナイスナイス。頭きてガッツリ。これじゃ無理。あ結構いいアイテム出たね、うん、これ防御力結構しっかりしたんじゃない。ルーレット待ってきっとどこに。本当にルーレット大丈夫か。呪いのアイテムがあるんだけど。マジいらないわ。絶対絶対騙す気でしょ。あ崩落。一旦敵と戦うか。ドゥ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 。ナイフナイフ。オッケー。パンチパンチパンチ。